て続きやっていきましょうか。ダーマの神殿から南側行ったところに町があるとかいう話なんだけど、これ船は今どこにあるんだ。これちょっと移動だけはやっとこうかと思います。さて今この場所左側、これか、なんかもうちょっと険しい場所かなとか思ったけど、だが敵に関しては新しい敵が出てきている。アックスドラゴン、ドラクエ10で戦った記憶があるけど、あ、これドラゴンになってるね。ドラゴで終わるかと思ったけど、なんだろう、文字数の関係かな、ドラクエ10の場合は。まあそもそもドラゴで終わってたかどうかもね、正しいかどうか分かってないけど。というわけでミレイユが危ない。なぜこういう状況でも回復しないんだろう。ここら辺が謎。デギラゴン倒した。レベルも上がって、どうなんだろう、レベル50でクリアとなるとまだ3分の2ぐらいなんだよね。回復やっといて、ようやく到着で、この上にもなんか祠みたいなものがあったので、それも後で時間があれば行ってみたい。おっと、誰だ、ロンガですよ。あってたね。目覚め新刊からもらった。ですよのパス。うん、自由の街。盗み、恐喝、殺し、何をやらかしてこの街までやってきたか知らねえけど。なるほどね、そういう場所か。いまいちマップの構造がわかんないけど。で、誰かを探さなきゃいけないんだよね。武器もどうなんだろうな。新しいもの。新しいもの。水の羽衣、ドラゴンメイル、防御系いいね。お金、今度貯めてから来ましょうか。どこかでまた一気に経験稼ぎとかやりたいような気がする。ゾンビキラーは持ってて、ウォーハンマーはランクが落ちるので、うん。武器は大丈夫。防具絡み。そこら辺今後、買ってければ。この年まで生きてこられたのはきっとわしが喧嘩に弱かったから。なるほどね。相手にされてないってことか。誰も教えてくれない。あの上にいる人は？だけじゃない。ブラッディームーン。どうやっていく？これ道具屋。蝶ネクタイ。持ってないって書いてる人は装備はできるってことでいいのかな？シャレバンダナとかあるけど。革だけ買ってきましょうか。特に魅力の値を上げる必要がありそうなんで、魅力じゃないか、おしゃれとか。左側どうやっていくんだ、あれは。今のところまだ見つからない。この人。おっと。入りましょう。ここに入り浸ってるとかそういうことではないのか？いいね、このテキストのセンスの古さが。ということで、笑ったということにしておきましょう。関係ないな。前はガンディーノという城にいた。ガンディーノというのは多分まだ行ったことないんじゃないかな。というわけで、ここ関係なかったね。この人は？で、この下。ここカジノか。まだカジノ一回もやってないけど。ちょっと会話すると。まあでも会話で話進む可能性あるからな。
わかんないね。全然見つからず。あそこの鎧関係あるのかな？先に向こう側。可能性としては左上の人だとは思うけど、店構えてるかのようなね。え、何これ関係ないの？こんな。ちょっと待って、正気？押せもしないしな。いかにもな感じであったから、何かしらあるだろうと思ったけど。さて、また井戸の中。水の出が悪いような気がする。敵がいるのかな？敵がなんか詰まってる可能性がね。そんなことないか。あーで、家がある。これ怪しいね。まあ、ここ井戸。多分別世界行けるんでしょ。いや、人が、いるか。情報屋のホック。いつもの酒場。酒場は、あのバニーがいたところとはまた別なんでね。井戸招きが現れた。あと井戸、あれか、宿屋の方かな。あ、いずれにしても。情報屋。いや違うか、酒場左上の方にあったところか。うん、これはそんなに強くない。これで向こうが行けるか。いや関係ない、関係なさすぎた。もう少し何かあってもいいんじゃないとか思ったけど、ちょっと酒場行く前にまだまだいろんなところ、会話やっていきましょうか。うん。壁の裏から変な音が聞こえる。うん、パフパフ。この右側の人か。向かいの家もすごく狭い。まあそうだよね、これね。一部屋しかなかったもんね。あそこも、あ、多分あの左側、階段か何かあって、この宝箱に通じてる可能性あるね。違うな、右側から行けるのかな？で、これ上登れないよね。特に通り抜けができるわけでもない。これ穴見られるとか、そういうこともない。途端に場所が、まあこっち側か。うん。あ、なるほどね。通れない。通れない場所あるな。左側のあの人も、通れなさそうになってる。今日探しなら他当たってくれないか。ここも通れないよね。あ、びっくりした。うん。あ、逆に通してくれた。腕相撲でもやるのか、これは。ああ、何か買ってく。まどろみの剣、結構古い武装しかない。うん、なんか普通に最後、丁寧な終わり方になってる。で、こっち側階段。ああ、うん、あ、なるほど、通れんのか。銀行ね。あ、じゃあ他の場所も、もう一回見ないとダメかも。宝箱。わかんねえ。賢さのため。これは見れよりいいか。まあ、もうメンツに関しては、特に、ハッサンとミレイユに関しては、もう一番最初のオープニングにも出てたので、これも確定でいいと思うんだよね。あと最後一人どうするか。バーバラか、チャモロになるけど。ここ通れない？通れない。さて、なぜ青空で寝ているか。オックっていう情報屋がついこの間この街に来た。
ぶっかけるみたい。人を騙すのもうまい。うん。このじいさんは？うん、今何か怪しいね。まあ何か知ってるのかもしれない。これはどうなんだろう。ああ、おしゃれ。これをやっておしゃれのコンテスト、なんとかね、上げていくという必要があるかもしれない。あー、ここじゃないのかな。あれでもなんか通れそうだな、この人の裏って。裏から話すと何か教えてくれる可能性がある。ここ登ったっけか。登ってない。変な人が住み着いている。うん、その下にはどうやっていく。この人は、うん、これはもう聞いた会話。ここだよね、酒場ってね、バーって書いてあるから。ここ通れない。うん、ちょっと待って。酒飲んだ後に立ってくれるとかは。いやー、ここもわかんないな。どこ行けばいい。まあ少なくともヤドヤド教会も一回行ってみて。演奏の名人でもある。あれか、パフパフうんぬんの話した部屋にいた、その右側にね、女性いたけど、その可能性もある。もしくは、やっぱりあれか、バニーが踊っていたところ、その下の方の階。あの人が関係あるかもしれないけど、正解がわからない。ここは関係ない。数字がキリがよく4444になってるけど、ゴールドの値が。ん？今宿屋止まったっけか？止まってないのなら一旦止まってみたい気がする。下に鍛冶屋が住み着いたけど、多分その前にホックと出会わないとダメだと思うので。特に情報ないか。ここら辺も通れそうで通れない。ここも通れない。ここも割れてるように見えるから通れそうに見えるけど、うん、こうやって一個一個やっていくのはやっぱ辛いものがあるね。やる必要ないかもしれないけどね。酒場で教えてくれないとなると、どこ行けばいい。ここシアターか。もう一回これ。反対側から押すと、どうにもならない。通れるじゃん。まあ、大した、ショートカットにもなってないけど。こっちカジノか。カジノはさすがに関係ないでしょ。これでここで何かやんなきゃいけないとかなったらね、泣くに泣けないけど。もう一回行くか。演奏となるともうこの人ぐらいしか思い浮かばないけど、12年前になる。ガンディーノに行けってことかな。あ、ミレイユが今点点点点になってるけど、どういうこと。ミレイユもガンディーノっていうところでなのかもしれないけど、もう一回会話するか。うん、
連続でやって変化がないか。ダメか。もうちょっとなんか見つけやすければよかったんだけど。おっと？これ関係ないか。見当たらない。あそこの階段、ここ通れない。あれどうやって行くんだろうな、この右側。これ好きじゃないんだよね、壁アタックしてくの。で、しかも全然関係なかったんだけど、どこかから通れるはずなんだけれども、それがどこだ。右側どっか壊れてるとかいうことはあるかな。ああ、なるほどね。ここだ、酒場は。これさ、違う、この作品じゃないか。別のゲームで装備についての説明がなかったから、最初苦労したってことがあったけど。ホックなら上にいる。ああ、あの、ヒゲ面の人か。これちょっと置いといて、こっち側。命の木の実。よし、これ佐野だね。まあでも分かってよかったわ。じゃあやってもらいましょうか。あそこタンス動かせるんじゃない？このパフパフっていう表現ってドラゴンボールが初出なのかな？ドラゴンボールにもあってね。で、その前何なのかがちょっと気になるけどね。あ、これおしゃれさ上がったとかそんなことある？さて、これ。こっくりこっくり。情報屋のホック。こっくら行ってくる。こっくら行ってくるのはいいんだが、なぜここにいる？今から変装して街に潜り込む。3回くらい変装しなきゃならん。変装を見破ったら2000に負けてる。2000は確か持っていたはずなので。めんどくさいね。多分今までいなかった人を探せばいいのか、それとも全く別なのか。いなかった人を探せばいいんであれば楽なんだけど、いや、パッと見わからんな。一通り、今見たけど。それらしい人はいない。また、こういう建物の中に入られるとね。確か宝箱だっけ。あの鎧に変装してるとかそういうことか。
だってこの辺りは普通にいた人なので関係ないか。いや、わからんな、これ。この人もいたよね。となると、総あたりひょっとして。総あたりっぽいね。じゃあ一通り探しておこうかと思います。おっと？イベントが、サリーちゃんが不憫。うん、これまあ、この人じゃない？なんか情報聞き出してるような。ということで。あ、ここまで分かりやすくなってるんであれば、だが、建物の中に入らないとダメなのか。じゃあまた次探しておきます。うん、ここはまた一人増えてんね。筋肉つきすぎ。だから座長がダメ。右側は正しい人だよね。あれか、これ全員男をひょっとしてもしかしたら。うん。他の人も男なのかな。まああともう一つまた探しておきます。さて、いかにも一人増えてる。これこれじゃないの。いかにも増えてるからこの辺りかと思ったけど、なんか会話は変わってるよね。なんだろう、会話そのものを変わってるし、これはい、家の選択もなくなってるんでね。まあでも違うのか、また探しておきます。さて、今度裏手から OK。 うん、これは会話あれだな。よ、探し、はい、うん、ここでいいえ。うん、なるほどね。前の二人の話を聞いてみれば良いとなっている。うん、その気になってしまった。伝説の剣を見てみたい。旅に出てしまった。後に残されたメアリとサリーがその後どんだけ苦労したか。メアリとサリーが誰だか分かんないけど、これ一人がミレイユとかそういうことあるのかな。ミレイユの名前がそもそも異なっていて、でどこ行けばいいんだ。あと、地下で何かあるという話なので、あ、こっち側じゃない。地下で音が鳴っている、そこが鍛冶屋の場所の可能性あるけど、まあ、地下行けるとしたらここか。何か情報屋について、ああだこうだ言ってた人いたんで。もう一回確認しましょうか。もしくは右側の井戸かもしれない。ちょっと待って入り浸ってんだけど、いつの間にか。金をもらおう。コブレ、年は50歳。生きていれば10年ほど前に旅に出た。それ以来行方知れず。妻のメアリと妹のサリーがいたが、2人置いて出て行った。メアリは病気。サリー一人が。で、上がサリーなのか？あ、なるほどね。サリーの方が作ってくれるってことか。隠れ酒場の北の家。
北の祠、北の祠か。先に北の祠行っても大丈夫なのかどうか。サリーの家、ちょっと移動だけやってきます。今ここ来たらいかにもなところあるんだけど、道具はね、鍛冶屋の。だが人はいないということで、では北のところ行きましょうか。多分船で来る途中に見つけた場所だと思うけど、この場所。普通に広いダンジョン？いや、そうでもないな。この人。荒ぶってんね。うん。あの剣を持っているのか見せましょう。どうしろというのか。うん。後を追って町に来たらただじゃ済まない。じゃあ行きましょうか。移動だけやってきます。さて、ここ入って、どうなんだろう、実際生きてないのかな。ん、動かせる。ああ、そういうことか。嫌になっちゃうね。そうじゃないんだよ。会話とかできない。まあ、ずっと待ってなきゃダメなのか。いかにもね、プレイヤーはこうするだろうというね、ことを予測してゲーム作ってるなって場面が多いよね。ということで、全部で4つある。どうなんだろう、ずっと待ってなきゃダメなのかな。他でも伝説の武器なんてまだ1個も取ってないと思うけど、取ったっけかな。うん、まあだが、とりあえずここは一服になったみたい。ちょっとここで経験値稼ぎでもやって装備品整えようかと思います。おっと待って、気合の入った声が聞こえる。終わったのか、ひょっとしたら。それともあんまり関係ないのか。うん、終わってないね。さて、これはそれをどこで見つければいいのかという問題があるけど、とりあえず経験稼ぎはやっときます。今真ん中東側そこにいる。で、まだ南側とかまだ北側とか見てないところたくさんあるので、そこら辺見て何かないか確認していきたいと思います。今南東側、そこの島にも何かした城があったので早速入りましょうか。ここはガンディーノの城下町。そういえば武器防具買ってなかったな。王様が変わってからこの町もだいぶ住みやすくなった。インドロ組っていうのが幅を利かせていた。昔はひどいありさまだったという話になってる。まずは、王様のところ行きましょうか。うん、中あっさり入れる。なんだろうな。まあでもなんか、何かに化けてるとかそんな可能性もあるけどね。この世界全体がどうなってるかということ。見て聞いたことを教えてほしいと。平和にはなってない。
伝説の盾というものを部下に調べさせている。なるほどね、こういうところ行けば残り3つだけかな。それプラス1つ前にあった剣の話。ちょっと待って、今なんだって。今なんか言ってたけどちょっとよく分かんなかったな。1つ手前側にとりあえず部下と話しろとかそんな感じだと思うけど、王妃もいるという話だけど、王妃はどこにいる？あと先代が何なのかっていうのも気になるけどね。どうして変わったのかとかね。お風呂場と寝室。先代の王様の頃は前に使われていた。ここは通れない。とりあえずは一通り会話して、この人は、いかにも学者風。ゴイルの像から南にまっすぐ突き当たって左の壁を、これは覚えたいね。ゴイルの像が何なのか分かんないけど、南東側にある何かなのか。先代の方が亡くなった。今の王がどうやって。あったー、そういうとこ入んないでほしいんだけど。ちょっと早くどいて。通り抜けられるようになればいいんだけどね。まあそれも含めてわざとやってんだろうけどね、通れないようなね。君もね、旅の者、王様、これ優しい人じゃが、皇太后様どこにいるんだろう。先代の王の王妃、献上された娘でも、あまりに美しすぎる娘は、嫉妬を買って奴隷の身分に貶められると。あれなんか、おっとちょっと待って、前の王様の方が良かったと思うぜ。仕事はみんな奴隷に押し付けて楽ができた。なるほどね。なんか以前どこかから追い出されたみたいなね、人いたけど、あの人ここにいるとかそういうことかな。牢屋に閉じ込められて、なんか犬、毒持ったみたいなね、疑いされて。ここの老人は囚人ではなくなったのだが、出て行こうとしない。居心地がいいのか。ばあさんだね。逃げ出した娘もいた。多分話に絡みそうだね。じいさんこっち側。ばあさんは関係ないか。出て行かない。あの娘に全てを託した。不思議な力を感じることができた。新しい仲間もう一人いるとかいうことか。弟を探したいと言っておった。これミレイユのことじゃない、あの娘というのは。上がうんぬんって言ってたから。これは降りていいのか。ダンジョンについてしまってるけど、ここから、いや大丈夫か。多分ここ鍵がないとダメなんでね。持ってる鍵では開けられない。もう一つの鍵の話も全く出てきてないから、どこで手に入るのかが全くわからない。ここ教会のように見えて全く関係ないか。この銀ドル組はおしまい。お嬢様、かっこいい男と結婚して子供を作って幸せに仲良く暮らす。10年前にあのクソガキにやられた腕の傷。この10年前は、これ主人公のことじゃない？で、ミレイユがなんか捕まってたとか、そんな感じか？だが、返り討ちにあったかのようなね。
ミレイは多分助け出したんだろうけど。おーやん。うん、ガンディーノという名前聞いたことあるな。少し前に。で、ミレイユが少し反応してたかのような、多分一つ前の街だと思うけど、そこの会話であったような気がする。うん。さて、ここもばあさんが。あの娘を探しに、ミレイユのことかな。わからないね。ここは防具屋。うん。ドラゴンメイル。水の羽衣はないか。まあ、お金が貯まったら。だからもうなんかお金稼ぎをするようなね、状況にならなくなってるので、そんなことをしなくてもなんか進めてるかのようなね。左横は武器屋か。どこかでまとめて稼ぎたいような気がするけど、まだまだはぐれメタル一回も会ってないので、どこかはぐれメタルが出る場所があったら稼ぎたい。この時代どうなんだろう？メタルキング出るのかな？ここら辺も気になる。少なくとも5の段階ではなかったような気がするけどな。いつからメタルキングが出てきたのかわかんないけどね。炎の剣、攻撃力、特にハッサンがまだまだ弱い武器なので、上がる気配がある。でも、パーティーに関しては、バーバラ最後入れようかなと。よくよく考えたら、最初に前にいる3人と、それプラスドラゴンで何か流敵吹いて飛んでったけど、オープニングでね。ならば、まあ、そのドラゴンはバーバラのはずなんでね。なんだこのじいさん。あの娘がうんぬんかんぬん。うん。バーバラがその竜だとするならば、もう一番最初のオープニングに出てきたのはこの4人ということになるんで、案外この4人のまま進めるのがいいんじゃないかというね、気がする。だって、ここじゃないわ。ずいぶんなんか頑丈な家の形してたから、ここかと思ったけど。いかにもアジトっぽいよね。これミレイユのじゃあ、親ってことか？この娘はここにいない。先代の王の時に献上品代わりに王にくれちまった。うん、女たちや奴隷は全部解放された。どうなんだろうね、まあ、さっきのあのなんか主人公らしき人が助けにね、姉を助けに来たみたいな話とはまた違うような気がするけど、うん。帰ってくね。またもう一回教会行って話をするのがいいのかもしれない。こちら側の方が話わかるんじゃないとか思うけどね。いや、ダメだ。咳込んでるだけだ。うん。特に話の変化はない。これでね。こっち側の世界の主人公はどこにいるのかも気になるけど、あと井戸あるけど、入るだけ入りましょうか。井戸招き。だがあれなんだよね、ミレイユ使ってると結構 MP の消費が激しいんだよね。魔法ガンガン使ってるからだと思うけど、すぐ MP がなくなる。あ、違うわ、ミレイユ今多分踊り子にしてるからか。
MP がもともと少ないんだ。多分魔法戦士にすれば MP それなりにあるんじゃないかなとか思うけど、これあれだな、来た場所だな。ど忘れしてた。となると一旦戦士にするって手もあるけど、まあ、一旦サブでね運用してもいいし、でもしくは一気に稼いでしまうか、戦士にして、でその後魔法戦士切り替える。じいさんいたのは了解。どこ行ったのじいさん勘弁してくれ。さまよってるか。酒。おじいさん飲んだくれてればいいんだけど、そんなことはなかった。ルイダの店。ああ、ここでもできるってことか。これあれかな、人間も預けられるのかな。あ、人間も預けられる。なるほどね。じゃあもうちょっと人間型の仲間にできる人とかいるのかな。アモスだなんだか知んないけど、そういう人が今いるけどね。それ以外にも。魔物ぐらいかなとかね、思ってたけど。そうではないのかもしれない。さて、じいさんを探さないといけないんだけど、もう眠ってるか？やでやで。そんなことはない。今のところどこかから南だかなんだかに行けばいいという話だったけど、じいさんの話はあれで終わってんのかな。どこ行った？ばあさん、あ、ここだ。ばあさんがいて、じいさんが。やっぱミレイユか。これミレイユ、これ見て気がつかないのかな。まあ、だから大体分かったね。まあ、少なくともこれ。ゴイルの像というものを探さないとダメ。うん、この話もそうなんでね。北とか東とか十字の北とか。二つぐらいは見つかりそうな気配あるね。ここら辺が判明するんであれば。で、さっき確か落下したから城から出てしまったって感じだと思うから、もう一回城入って。伝説の盾。海から川を登る、その洞窟、あそこね。すごい早い段階行ってしまって、すごく苦労して、結局無理だったっていう。あ、わかったわかった。さっきのなんか期待ってうんぬんかんぬんっていう話は、多分だけど、その場所の移動方法、特殊なマップだったんで、その可能性がある。ようやく理解できたな。他この城は特段何もなさそうか。うん、奥にどうやっていくんだろう。いや、奥は通ったはずなので、とりあえずゴイルの像というのを探しておこうかと思います。さて、この場所、多分ここが関係あるんでしょう。で、ここじゃなくて、さっきの、思い出す。縦とここ、もしかしたら別の話かもしれない。うん、これ別の話だな。ここからでね、伝説の武具。まず北、突き当たりを東、一つ目の十字路を北。ああ、ちょっと覚えらんないな。北、東、十字路、北、西の十字路、南。
あ、北東だけはちょっと覚えておきましょう。まずここを北で東、最初の十字路をなんだって？ちょっともうあっさり記憶が。まあちょっと確認しましょうか。本当に合ってるのかって感じだけどね。ここは本当に苦労した。しかも早い段階できたから経験稼ぎにもねちょっと使ってレベル上げたりもしたけどね。場所がループするのでずっと右をしてればとかね、左をしてれば敵と出会うことができるとかね、そういう点では楽だった。これ十字路、これ十字路でいいのかな、この今の場所が。東に進んで、一つ目の十字路を北に進んで、西の十字路を南。西の十字路というものがある？西の十字路。ちょっとわかんないけど、でもなんか進んでるような感じだよね。以前やった時には今のところ上行ったら元の場所に戻ったとか、そういう感じだったので、少し今見た目が変わってるんで、多分何かしら変化はあるはず。で、これが何か敵が出てくるのかどうかで、そこら辺によってまたこのまま進むべきかわかんないけどね。これは何？十字路じゃないぞ、ここ。これ数が多くなると、この相場につまんない関係ないんだよね。北行って東行って、一つ目の十字路北に進んで、西の十字路を南。あ、まあ、ここで西行って、これ南じゃない？これで合ってるかどうか分からなければもう攻略サイト見ていきましょうか。とっとと。うん。ルカナン、イーブルフライ。自分はドラクエ10でようやく認識したかのようなね、敵だけど。南ってどうすんの？ここ、行き続けていいの？階段あった。いやでもこの階段ってもうちょっと別の方法で来れて、あの今ガーゴイルみたいなもの、あれがなんとかの像なんじゃない？別の手段でも今の階段行けたような気がする。今のルートじゃなくてもね。まあいずれにしてもなんかついた感じになってるんで、ちょっとしましょう。ハッサンをどうするかだよね。パラディンにするか、このままバトルマスターでいくか。主人公も今バトルマスターのまま。これはこっち側だよね、普通に考えて。爆走パンサー、鬱陶しいね、相変わらず。見た目が巨大だからね、動きがね。回し蹴り。さて、正解かどうか。ここでもミレイが早くも MP がかけてるので。かといってどうなんだろうな。いろんな職業やった方がいいのか、それともそうじゃないのかの問題もあるから。賢者のままでやってしまうとでもあるけどね。そこまでいろんな職業を鍛えるということをせずにね。合ってるか？なんかここでも迷ったような感じになってるけど。うん。多分 MP がないから今の技使ったんだと思うけど。便利だね。一発で終わってる。小さなメダル。さて、ここでもう一回、確認をしましょうか。うん。随分身軽なね、このトロール。ジャンプして避けたになってる。さて。アモスは魔術師になった。で、ここで何とかの像がある。特に調べても名前は出てこない。
その前に忘れるで、これ忘れましょう。ゴイルの像から南にまっすぐ突き当たって左手、左手ってのがどういう意味か分かんないんだよな。左手を壁につけ、そのまま壁伝いに歩いて、最初の茂みを調べよう。ここまっすぐ行って、ここを左手くっつけてこういう風に歩いて、まああそこか。わかったわかった。本当に物があるかわかんないけど。だからわざとらしく茂みがついてるのに、いう感じ。それであっさりと盾が見つかるんであればいいけど。また、ボスがいないからね。ミレイユもう MP ないけど。問題はなくなりそう。MP 終わった。こちら側から行ってしまっていいんじゃない？階段か！なるほどね。じゃあボスいる可能性あるな、この奥。バーバラはそれなりに MP がある。魔法の聖水はまだ買えないので、将来的にも買えるかどうかわからないけど。ここら辺で MP 周りが。ちょっと待って、これはあれだな、何かあるな。もう一回一回上がるとか？あ、戻ってきた。これもなんか、何回行って逆にまた登るとか、そういう可能性がある。まず一回行って、ここで登ると同じ場所に着く。二回下って。あ、これぐらいのパターンしかないもんね。いやー、なんだろう。どこかにヒントあったのかな。二回。三回。もしくは本当にもう十回ぐらいずっと潜り続ける。やっぱりなんかあったね。これ登っていいの？下がるんじゃない？わかんなくなった。3回だっけか？あ、ダメだ。4回だっけか？ 1 回、2回、3回。3回目でね。ここも3回やるか？ 1 回、2回、3回。ああ、ダメだ。3回やったら戻ってしまった。いやいや、どこかで話あったのかな。そんな何でもかんでもね、確認できるわけじゃないから。まあ、2回やった後に一旦下りましょうか。3回目は戻ってしまうんで。これから、どうする？もう一回3回やるか？いや、ダメだ。攻略サイト見ましょう。では、もう一回行きましょうか。どうやら下に3回行って、3。上に2回。ああ、これでこっちが、いや、多分行ってた可能性あるけど、素直にこれ多分入ってしまったからダメだった可能性がある。これはわからん。何かしらが言ってたという話があるんだけれども、まあわかんなかったんでしょうがないでしょう。さて。わからなくなりそう。さっき左側にもルートあったから、こっち側の可能性はある。けど今確認したらこっち側で合ってるっぽいね。となると、ちゃんと全部確認しなければいけないっていう話になるけど、確認漏れがあったらもうそこで詰まってしまうから、どうにもならないよね。アポトラ13奪った。
さて、あとは、こっち側か？ボスはいないと思いたい。あ、総踊り。痛恨食らったけど耐えてるね。うん、これもドラゴンソルジャーか。ドラゴじゃなくて。ここにあるはず、敵にないよね。スフィーダの盾を見つけた。これどうなんだろう、装備できるものなのかな。確認しましょうか。守備力大幅に上がる。かっこよさも上がる。あとは、ハヤテのリングとかの効果がわからないからなんだけど、デセオのパス、かっこよさが結構上がるね。では、戻っておきます。では、戻ってきて。いや、盾持ってきたんだけど。あれ盾の話はどうなった？無反応だったんだけど。まあでも終わったことは終わったのかな。で、今度はあのミレイユの話を終えないとダメなんだけど、あれは何か進展があるのか。さて、持ってくればもしかしたら話がね進む可能性あるけど。この中は関係ない。移動だけやってきます。さて、会話しましょうか。うん、何の反応もない。だが必要なアイテム一つ手に入ったので、この町は終わったでいいのか。特段話が進む気配もないしで、教会行っても誰かいるわけではない。ではこれは終えたということで、よしとしましょうか。続きなんだけど、どこをやればいいか。多分この城は終わった扱いいいのかな。で、ちょっと西側にまだ全く見てない場所があるのと、あと北側の大地とかそこら辺ちょっとだけ確認してからさらに進めていきます。さて、今この場所を来てるんだけれども、北側やや東、ここ、看板、おしゃれな人も飛ぶ、トルッカすぐそば。全然関係なかったわ。まだ行けそうな場所が西側たくさんあるんで、そこ探索やってきます。さて、この場所、中央やや北というか、ほぼほぼ北。この辺り、祠あるので、入ってみましょうか。いかにもな場所なんだけど、井戸招き。これは別方向抜けるだけか、それとも何かアイテムがあるのか。だから、ちょっと南の方にもなんかルート通ってたので、多分そちら側にも何かある可能性がある。で、そこで何か割れば、あと一箇所ぐらい隠れてる場所あるので、マップ見てないところ。それ行って、まあ、ほぼほぼおしまいかなと。もう一個、上の世界もまた見て。これ来ただけだな、こっち側。上の世界。これだけ見ても、ちょっとわからないから、一旦戻ろうかと思います。さて、またここ。こっち側、何かあるね。何かというか、村が。そしてはぐれメダル初だな。どうするか、命令させろ。まあ、何かしら、まあ意味なかったな。しょうがないか。だがこの辺りで経験稼ぎはいいかもね。どうなんだろう、会心出やすくなる技とかあるのかな。いまいち分かってないけど、そこら辺があるんであればね、そういう職業に切り替えて戦っていくのも良さそう。ちょっとバーバラが危ないんじゃない。うん、倒した。ちゃんと作戦入れ替えましょう。まだ武器とか防具買い直してないので、ちょっと弱いかなっていうね。
とはいえここら辺の敵もすごい強いってわけではないから、今のところなんとかなっている。あれか、後ろにいる人もなんか回復したね今。まあこれは外のフィールドだからかもしれないけど、出てないのも、うん、これいけるね。出てない人も回復してた。さて、ここはザクソンの村。エンデじいさんが作った防具が高く売れたおかげで、エンデじいさんはいなくなってしまった。残されたばあさんがああやって守ってる。犬のシルバーが不眠。何を守ってんだろう。こればあさんを守ってるってことか。そのばあさんというかじいさんか。じいさんの方は何だろう。伝説のものを作ったのか、伝説の防具をね。このばあさんはクラーク・エンデの噂を聞いてきたんじゃろう。エンデはおらん。5年ほど前、突然姿が消えた。うん、防具職人。これも伝説系のものなのか、そうじゃないのか。あの晩、エンデじいさんは随分と落ち込んどった。うん、魔物に殺されてしまう人が後絶たない。ということは、この場所、まあ反対側、上の世界行けってことか？あとここ。神父様もいない。マザーヘレン。ここか？うん、この人っぽいね。うん、面白いことを言ってみんな笑わせてあげた。なんだこれ、遊び人か？この盾変異を立てへんから。まあもういいでしょ。苦笑いしか出ない。くだらなすぎて笑っちゃう。なるほどね。ということで、あそこの犬をどかす何かを反対側の世界で取ってこいとか、そんな感じだと思う。とりあえず移動やっときたいと思います。ちょっと待って、これいつの間にかミレイユいなくなってんだけど、これなんで？並び替え。あれ、どこでいなくなったミレイユ。なんか存在がなくなってるんだけど。ちょっと状況がわからない。吹っ飛ばされたとかでもなさそうなんでね。ついさっきまでいたけど、あの村に置きっぱなしとかそういうことはないと思うけど。それでも全く状況はつかめない。会話とかも出てきてないと思うので、まあ、代わりに戦闘中吹っ飛んでも戻ってくるはずだから、これバグで不具合でなんかいなくなっておしまいとかそんなバカなことないよね。ではちょっと戻っておきましょうか。出てくればいいけど。いや、いないぞ。え、どこで消えた？この犬関係ある？そんなことないよね。どこか急に休んでしまってる可能性もあるけど。え、これどうなんだろうな。ボケと先導やってたらもういつの間にかいなくなってたから。こんなことってある？一つ前、いやだってあれだもんね、はぐれメタル出た時に普通に戦ったもんね。家帰ったか？いや違う、満タンではない。こんなことってあるのかな。ちょっと状況がわからない。一旦確認だけやっときたいと思います。どうやらバシルーラでいなくなったらしいんだけど、あれかな？なんだっけかな、あそこ。
まあ、ダーマの神殿行けば、なんとかの酒場、ルイーダの酒場か。そこにいる可能性がある。突然だったな。でも今まで吹っ飛ばされることはあっても、普通にね、戦った後復帰するけど、となるとこれ、すごくめんどくさいことにならない？いちいちその都度、これ、迎えに行かなきゃいけないっていう。ルイーダの酒場、右側だけか？さて、預けではない。迎えに来た。なんでこんな風になってんの正気かこれ。タイですが、バスルーラどうやら使ったらしいんでね。では、外出てからやりましょう。では、移動だけやってきます。さて、この場所の可能性があるので、ここ入りましょうか。神の城に行ける4つの武具を揃えると。うん、それだけか。他はちょっとなんか場所、この辺りないんでね。で、ここから北東側、そこに城があったんだけど、どうやらそこじゃないらしい。ちょっと探しておきたいと思います。場所としてはちょっと離れてるけど、この辺りの可能性、かなり初期から2つ目の場所かな。これか、まあ、ここ看板はあって、こっち側は、まあ、ここら辺の可能性があったんだけど、ここには何もない。さらに上に行くと、主人公がいた村。まあ、そっちの可能性もあるけど、とりあえずこっち側確認して、で、何もなければ、主人公の生まれた場所、生まれたのかどうかわかんないけど、最初のね、出発点行こうかと思います。これ今初期の村に戻って鎧調べたらお金、これ買えるのかな？で、買ってこれがもしかしたら、必要なアイテムの可能性がある。ちょっとだけお金集めていきたいと思います。では戻ってきて、確認しましょうか。なんなのよ、これ。相変わらず。精霊の鎧。これは、どうなんだ？多分、その伝説の何かではないよね。一応、装備やってみましょうか。5しか上がらない。魔法の鎧がそれなりに強いっていうね、考えもあるけど。こんなもんか。ではまた、一旦戻って何か変化がないか確認しましょう。さて、戻ってきて、特に反応ないな。何すればいいんだろう。高く売れただから、多分、さっき買ったのがそうだと思うけど、犬のシルバーが不倫。こっちもシルバー。違うわ。精霊の鎧か。シルバー関係ないな。シルバーアーマーとかそんな感じかと思ったけど、使ってみると何も起こらない。ちょっとここわからんか？多分その、ばあさんと会わないとダメだと思うんだけど、どうやって会ったらいいのか。特にヒントらしきものもなかったように思うけど。このばあさん。ああ、そっか。この防具職人を探せってことか。でもいたかな。また別の場所に行ってる可能性あるけど、これは、まあ、いなくなったという話は聞いたので。さて、今度は、この、少し西側に行ったところ、ここに家があったので入りましょう。これは、王子。ルイドック城から王子を探しに来たもの。北の山奥の村、王子にいた人がいると聞き及んで、行ってみたがとんでもない。なるほどね。まあ、本来の王子は臆病者だけど、その人が思い描いた良い王子みたいなものが、この主人公の姿ってことか？そこに来れば、各地の珍しい品物が手に入る。そんな街を作りたいなんて夢を持っておった。
ああ、これバザーかなり初期の2つ目の開始してからね、ゲーム開始してから2つ目のところのバザーがこれってことか。で、この上の方多分初期村でね。これは、おっと。うん、この辺弱いので移動だけはやっておきたいと思います。さて、会話だけ。ジュディ、ランドと一緒。別の世界の話でね。うん、ちょっといまいちよくわかんないけど。休めないのか。うん。あそこに行けるかと思いきやね。全然関係なかった。では移動やってきます。さて今目の前。ターニャというのは、妹のことか、まあ実際の妹かどうかわからないけど、他に行くところが、これは、まあそうだよね、王子だから、本来のこの村の人ではないってことだよね。村から追い出してもいい。ターニャの方が目があるってことでね。王子ってあることを見破って、玉残し狙ってるみたいなね。さて、こっちが振り向かずに。しまった。さて外に出て村到着。うん、ライフコッドの村。これ休める場所は宿屋先に行きたい。妖怪と武器屋。これは下の方の、まあ、下壁か忘れたけど、ここの鎧、この鎧はとても売り物とは思えない。うん、この親父のことか、まあ、ちゃんと磨いたものを今ね着てるって感じになるけど、気づいてくれるかね。気づかないか。何かしら反応があっても、ね、良いかなとか思ったけど、この人はどこか宿屋先に寄りたい。もう MP ないので、イベントが起こったら倒される可能性がある。宿屋がない。肩を折るのは辛い。後継ぎを。うん、このじいさん仕事せずに、のんびり言ってるけど。この人は？うん。いまいち年齢わからないけどね、ターニャのね。何歳ぐらいなんだろう。で、なるほど、ターニャも一人きり。うん、ずいぶん。ずいぶん適当なこと言ってんね。あ、こっち側じゃないな、こっち側だっけか？休ませてくれるかどうか。髪の毛の色が同じだからね、兄弟の意味見えなくはないけどね。うん、ということなんだけど、特に話進まなかったな。村長の方行くか。あれ、宿屋なかったっけか、この村。まあ、自分の家で休めたから、多分宿屋なかった可能性もあるね。あや、半年。さて、村長。怪我の方はもうすっかり治っている。うん、血だらけのお前を引きずってきた時は本当にびっくりした。よく戻ればとなっている。ということで、家に戻れば何かありそうなので、戻りましょうか。
では話が進むかどうか、また休ませてくれるかどうか。あれ、待って、村長の家行って会話してこっちに戻ってこいって言われたけど、まあ、休むことできるか、ベッドの方行くと。そういうわけではない。行ったり来たり大変だね。どっちが正しいのか。おっと、なるほどね、そういうことね。本物というかこっち側の世界の主人公が村長の方に行くと言っていた。熱が夢じゃな、そうに違いない。双子の可能性とかね、あり得るのに、あっさり夢扱いされてしまった。これは、なんだろう、能力上がるのかな。出会えっていう話はね、どこかの王様に言われていたような記憶があるけど、レイドックだっけかな、そこの王様に言われていたようなね、気がするけど。さて、どこに行ったか、家に戻ったか、それともまたあの丘みたいなところ、あそこに行ったか。話が変わらない。じゃあ一旦回復済ませてから、で職業も今変えてきてるような状況なので、このチャモロも戦士で、あとわずかで戦士育って、そして多分魔法戦士覚えられそう、職業ね、転職できそう。今これは賢者バーバラが、でミレイも戦士にして魔法戦士目指してるので、今回復できるのがバーバラしかいない。まあ戦いもそうなんだけど、まあ、場合によってはハッサン一旦僧侶にするっていう、ね、手もあるけど、ちょっと回復だけはやってきます。さて戻ってきたんだけど、ぱっと見いないので、やっぱり丘のところかな。一旦戻って丘の方行きましょうか。こう左側いないか。うん、ここじゃない。どこだろう、ちょっと探しておこうかと思います。さてこの場所、ここ入って誰か眠ってるんで、これ関係あるのかな、ジュディ。あ、関係なかったわ。となるともう完全に戻ってきてしまったので、ここじゃない可能性がある。さてここにいたのか。宝箱も取ってないしで、ちょっとなんかルートがね別の場所だったから気づかなかった。とりあえずこれ倒して、多分メガザルロックは強い敵だと思うので、初期の弱い敵以外にもこの場所出てくるような、そんな感じになっている。うん、倒した。先に宝箱を美しそう手に入れた。これはもう主人公でいいのかな、大会で優勝するために。さてなぜ向こうは分かっている、全てが分かった気がする。武道と初めて戦うまで、あーなるほどね、武道に吹っ飛ばされた時になんか中身が割れたとか、そんな感じか。今の生活が気に入っている。うん、ここでターニュ、いやターニュじゃないわ、誰だこれ、村が魔物に。あ、勇ましいね。え、そっち側から行くの？では行きましょうか。
これ下に行ってしまうから、まあ、外出てルーラで戻った方が早いかも。というならばちゃんと歩いて上行けっていう話だけどね。いや上行けるかこれ即座に。どうするか編成、まあバーバラ賢者それ以外も戦士戦士戦士みたいな感じになってるけど、実際にはバトルマスター2名にキタモロが今戦士 MP がほとんどないという。回復はバーバラ任せできるかどうか。魔法もね普通に攻撃魔法も使ってしまうからなかなかそう都合よくは勝てないような気がする。落ちたいから全カウント多いね。もうちょっとどうにかならんかったか。とはいえ敵とのレベル差、まあ、これに関しては弱いけどそれなりにねレベル差が近いものも出てくるから、こういう時に限ってガードやって時間潰されてんだよね。長引いたけど、嘘こんなにここ長かった、勘弁してくれ。あー違う、今逃げるやればよかったな。こちら見てないになってたはず。こういうとこで MP 使っちゃうからあんまりいいとは思わない。チャモロが通常攻撃、 MP はまあまあか。あと10ポイント。あー相変わらず、冷水使う手もあるけどもう袋の中にしまわれてるのでいちいち取り出してねそれ使うってやるのももうめんどくさいんだよね。こうした動作もね、そんなに手早く移動ができるわけでもないんでね。アイテムも、わずか。これで外出て今どこら辺だ。うん、多分町の中に入るまでは安全だと思うので回復は事前に済ませて。まあそうだ、リレビト使ってさこれ出てルーラで回復してで一気に町まで戻ればよかったんじゃない。てか、ここでもルーラー使える可能性あるね。ここから出ないとダメとか、そういう何かがなければね。イベント関連で。なさそう。ちょっと一旦、レイドック戻りましょう。できればダーマの神殿で、ジョブ切り替えたいけどね。キリがないんでね。そこまでやってしまうと。変になんかダーマの神殿入り組んでるので転職させるねところまで行くのも結構苦労する。一直線で行ければね問題ないけど、さて5万ゴールドぐらい貯まってるからいい加減武器も買い替えたい。ライフコット行きましょう。うん、どうすればいい、戦ってんね。ターニャ、外の魔物を何とかしてくれないか。これびっくりするんじゃない。うん、ということで外やりましょうか。これもそうなんじゃない。あー結構強いんじゃないこの辺り。まだ一回も出会ってないはず、ボストロールとか。
寿司大丸もこの作品からなのか。あ、5から出てる可能性は当然あるんだけど、結構この6からと思われるものもなんかたくさんあるような気がする。ドラクエ10にね、この辺りはよく見る敵として出てくるけど、全体で50ダメージ結構痛かった今のは。そしてバーバラが危ない。レベル上がって、バーバラなんでこれ2回使ったかな今。結構な MP の無駄遣い。まあ、一旦ここでルーラーでまた出るって手もあるけどね、使えるかどうかわからないけど。で回復して戻ってくる。結構魔人、いや威力ありすぎでしょうこれ。倒せてない。通常でも一応十分ダメージが通る稲妻斬り。反対であればね何ら問題ないけど。ミドル級まだまだか。他特にエンカウントがあるわけじゃないから、まあ、その点はこういう風に気軽に、ね、移動ができるけど。他なんだこの人、逃げ損なった。上とかいるのかな。あーいるの、こういうところ。ということは全部入って見ていかないとね。うん、単体ならば問題ないけど。倒せてない。あとはボスみたいなものがいなければ問題ないけどね。この程度の敵であればなんとか MP が持ちそう。この人のんびり寝てるね。寝てたのか本当に。怖がって隠れてるだけかと思ったけどね。あとは念のためこちら側覗いておきましょう。いるか、頑張ってんね。さすがアラクレみたいな感じのキャラクター。雷剣ダメージ食らってる。そっちじゃないんだよな、そっちじゃないんだけどな。まあ倒したからいいけど、寿司大丸の方とうとう倒さないと。メラ見つかってバッサン最後の一発。ラリフォーマ魔導士はまだまだか多分。MP まだ100はある。すごいね、じいさんばあさん守ってた。じいさんばあさんも旗織りを守ってる。なぜか知らないけど町のみんながね強いっていう。この人も戦ってんだけど。すごいね、牛を守らんというね感じがするけど。これはボストロール先か。ツーコン食らうと結構なダメージになりそう。うん、倒した。レベル36。うん、すごいね、牛のために奮戦を。あとはこれは井戸の中はさすがに、でも可能性はあるか。
あ、音楽変わった。ということは誰もいない。これで敵復活したらたまったもんじゃないけどね。どんなもんだろう。復活しないんだれば、一旦ワープで戻るっていうね。まあ、ワープというかルーラーでね。こういう手はあると思う。まあ、あとこの後は村長の家も行かないとダメだろうから。MP が足らないような気がする。一体倒した段階でそこら辺ね、確認やっとけばよかったけどね。外に出ても大丈夫かっていう。大丈夫であるならば、回復してから、また来るという選択肢がある。うん。いやー、全部いるかこれ。本当に、あと、でも一つか二つなんでね。全部の建物にいるとは思いもしなかったけど、うん、一発今360、そして今回会心も出て210。いいね、テンポ上がってきたね。レベル37。この鎧着て戦えばよかったのに。あとここ、教会もいるでしょ。あ、いない。守られてんね。あ、回復やってくれてる？ひょっとして。素晴らしい。うん、ターニアでも助けてるはず。あとは村長の家。うん、他はいない。こちら側、隠れてんね。頑張ってんね。村長も頑張ってんね。あ、次進む前に、もう一回教会入って回復してしまえばね。ほぼほぼ万全な状態で戦える。まあ、チャモロが、賢者じゃないのがね、天使であるのが、ちょっと辛いけど。MP が少なすぎる。ハッサンは一旦僧侶にしてパラディンに何でもいいかなとかね、思ってるけど。パラディンなのかバトルマスターなのかどっちがいいのかがね、すごい悩ましい。行きましょう。これ、ひょっとしたら最初からこれ戦ってれば問題なかったんじゃない？今メッセージあったけど。そんなことない？ボストロール倒した。それでも。威力に関しては向こうは弱いんでね。チャモロは戦士、ソードマスター。多分、これでマックスかな？ようやく、なんだっけか、魔法戦士だっけか？それにジョブチェンジができそう。ん？こっち側。村長は何もやってなかったな。村長が頑張ってるのかと思いきや。念のため入りましょう。さて、またターニャのところ行って何かあるんじゃない？敵が入り込んでる。うん、頑張ってんね。うん、これで元に戻る。戦ってる最中に余裕だね、この人も。レイドックの王子。ということで。
となるとミレイユとかバーバラとかも同じようなイベントあるのかな。ハッサンどうだっけかな、もう終わったんだっけか、ハッサンは。細かい内容も覚えてないけど。ライデインを思い出した。うん、家の中で魔法唱えてるターニャが、なんか危ない状態になりそうだけど。行きましょうか。ライデイン。威力は73。全然すごくないな。面白くないね、これだと。まあ、全体攻撃だから仕方ないといえば仕方ないけどね。通常のレベル上げで使えそうな。となるとまた地味に。ルカニで。がない。3回ぐらいやってダメならば諦めましょう。いいね。ここまで丁寧にスクルトやってくれるってのも珍しいけど。まあ、この敵がルカナンやってくるからか。がないか?ハッサンが一人で頑張ってる。ここら辺も水の羽衣も買ってきてればね、問題なく戦い続けられたけどね。炎系の攻撃に対して。うん、ダメか。もう諦めて戦いましょう、素直に。クルトやってるから、通常だと1ポイントなの。ここら辺、会心出すみたいな。まあ、急所突きがその可能性あるね。メタル系戦うときは、急所突き。やっていくのも良さそう。爆裂剣もありか。でもあまり会心が出るようなイメージもないんで、このゲーム。ああ、魔人斬りも会心の一撃。こんなところか?雷剣も面白そうだけど。まさか。まさか外れようと思いもしなかった。タミダリ剣で言うから何発も当てるような攻撃かなとか思ってたから、一発外れてもね、続きが続くかなとか思ったけど、あんなことはない。まあこれ通常でいいでしょ、主人公は。通常でもハッサンと同じくらいのダメージになってるんで。あ、なにこれ、あっさり倒したんだけど。うん、バーバラ賢者、ハイウィザードになった。うん。残念がってるね。そっか。王妃になれないんだみたいな感じでね。王子だったからね、相手が。そんなこと思ってんじゃないとか思っちゃうけど。ということで、ここは、一応村長と会話するか?寝込んでるね。出てけってことか。うん、のんきなこと言ってんね。まあ出てくのは当然いいんだけれども、ここで何かするっていうわけじゃないのかな。この鎧の話でもないだろうしで、まあ一応、元の姿と言ったらいいか、本来の目的がね、果たせたんで、一旦レイドック戻って会話してみるのもいいかもね。レイドック、こっち側のレイドックじゃないよね、確か。ちょっと移動だけやっときます。さて、戻ってきて。これは、なぜ囲まれてる?ああ、なるほどね。王子ということがバレてるんだ。ちょっと宿屋入りたいなとか思ったけど。フランコ。
今日あたり戻るかもしれんということで、こうしてお待ちしていたのです。記憶を取り戻されたのですね。ブランコはよくわからん。とりあえず王道碑その場所まで。よかった、ずっと歩かされたらどうしようかと思ったけど。自分の実体を失って記憶もなくしていた。本来の姿に戻った。これは今は下の世界なんだっけか。上の方に合流したんだっけか。ちょっともう話が思い出せないけど、まあそうだよね、上の世界の主人公。でもその幻影というか夢が下の世界の王子ってことになるのか、とよくわからんが。王妃は何か知ってるはずだよね。この母にはわかります。ということで、レイドック城の明日を祝った。東の空が明けようとしていたで、何か動きがあるかどうか。グラマーズ来たね、いきなり。なんでこれ王様のところに眠ってんの。そうだ、自分で動かさないとダメか。ああ、ばあさんに見られてたらね、じゃあ落ち着かないでしょっていうね。夢の中を生きてた主人公の意識が強くなってしまったのだろう。ということはやっぱりあれか、上の世界全部夢の世界ってことになるのかな。城内を歩く。まあ高名な占い師というのはグランマーズのことか。王様はここで眠ってんのか。他にベッドぐらいあるでしょみたいなねところもあるけどね、まあ、もしかしたら警備上の都合でここで寝てもらわないと困るみたいなところもあるのかもしれない。あ、これ光ってる。違うの。あ、違うわ。入ればいいのか。これトムか。原因は分からず、ムドを倒すしか方法はない。うん。討伐案。何かあるのかね。少なくともこの段階の主人公に関しては、王子に関しては、ムドを討伐行ったってことでね。お一人で。どうなんだろう。なるほど、ああいう光ってるところを探していけってことか。これか。戦ってんね。トムもなんかすごい強そうな感じだったけど、そうでもないのか。お教えすることは何もありませんということで。王妃の研究のこと。うん。
だが、無道そのものは、あ、どこだっけかな、もう倒されてんだっけか。うん、どこ向かえばいいか、こちら側。なるほどね。以前亡くなった妹の名前を言ってみろみたいな感じで言われたけど、セイラっていう名前なんだ。おお、なるほど。フランコ兵士長になった。うん、セイラ、噂をすれば。まあ、そういうようなことをやっていたから眠らされたとか、そんな感じか。いろいろ調べようとね、していたから。うん、ということで、一旦戻っていいのか。いや、あそこ下の方にかかってるのがあるんで、下行きましょう。下行けない。まあ、となるともう全部上の世界に関しては夢の世界でいいのかな。一部分は違くて、一部分は夢の世界だと思ってたけど、ちょっと待って。ちょっと待って。こっちじゃなかった？どうやって行けばいい？さっきの場所。ここもう一個下か。これ、あれ？こっち側じゃなかった？いや、この中庭。おっと、発散。サンマリーノから来たハッサン。無道の呪いでこの国の王と王妃様が眠ったままになったと聞いて、確かめに来た。なんとかできんのかね。ああ、じゃあこの調子だとミレイユとの出会いも描かれそう。次は、これは通れないので、こちら側。これは子供が、セイラ、妹か、ハッサンが来る前ってことだよね。泥のスープを飲まされようとしてんの？いや、それよりも泥のスープを止めてほしいんだけど。ということで、あ、こっち側か？こっち側はさすがに関係ない。この人、関係ないか。ミレイユとかがここでなんか研究してても良さそうだけど、そんなことないか。下番。これあれだよね。下の世界だよね。下の世界の大臣が上の世界の金持ちの下番になったってことか。うん、やってきたね、下番が。王室の方が騒がしい。なんだろう、これ、ゲバンが何かやったのかな？それともそれは全く関係ないのか。気になるね。
ということで一旦また、まあ、念のためここ見とくか。部屋に戻って、なんだろうな、ここの鍵。どこで手に入るのかがまだ分かってないんだよね。多分、どこかにあるんだろうけど。さて、王室。うん、この場所。王様は今起きてるってことか？ムードを討伐しに出かけようとも。うん。この後じゃあ眠らされて戻ってきたってことか？うん、ということで一通り見終わったけど、この後どうなったんだ？よくわかんないね。主人公が代わりに行った可能性あるよね。見せたいものがある。兜のようなものを取り出した。無道討伐に行った折、手に入れたもの。印が描かれている。というわけで、兜もらった伝説の武具。セバスの兜。セバスってなんだろうな。ああ、セバスという名前、どっかで出てきたか？兜、セバスの兜、守備力20、かっこよさも大幅に上がる。まあでも、ここでやるべきことは終わったってことか。体取り戻してね。ということで、グランマーズさんは今朝早くお帰りになりました。どうしよう、グランマーズのところ一旦行ってみて、で何か変化がないか。またよう来た言って眠らされておしまいになりそうだね。気もしないでもないけど。うん、今回は家の前で待っててくれてないね。で、グランマーズ。え、それだけ？休ませてもくんない？今回。なんか行き先を教えてくれるね。ナビゲート的なキャラクターがどっかにいればいいんじゃないかなとかね、思ってたけど。そういうのないんでね、特にね。というわけで今回はこれで終えて、また次回以降続きやっていきたいと思います。また次回再生リストからご覧ください。ではでは。